はいこんにちはこのこねこです今日の一日一冊は「データビジュアライゼーションの教科書」ですいやーこれ了承でした会社でね資料作りをする人特にねグラフとかデータを見せる必要がある人には必須級です私もね最近部署移動しましてデータを人に分かりやすく伝える仕事増えたんですがそんなね私にまさにぴったりの一冊でした最近はねエクセルでいろんなグラフが作れるようになりましたよね 折れ線グラフや縦棒グラフ、まあ、さらにはね、組み合わせグラフや散布図、バブルチャートといった、ちょっとね、トリッキーなものまでいろいろ作れます。まあでも、いろいろありすぎてね、どんなグラフがいいか迷ってしまいますし、カラーリングやラベル表示など、まあ、できることがね、たくさんあるので、それに凝りすぎてしまって、結局、グラフで何を言いたいのか、分かりづらくなってしまう。なんてこともあるあるだと思います。まあ、そんなね、問題を一挙に解決してくれるのが、この本。 中は全てカラーです、まあ、作りがちなね分かりづらいグラフをどうやったら一目で分かりやすいグラフに変えることができるのか合計71の豊富な具体例をもとに説明してくれますいやー私もね作りがちなダメグラフ結構あったのでめちゃくちゃ参考になりましたとにかくね大事なのは必要な情報以外は削って削って削,って削りまくることカラーも補助線も 3D なんて凝ったのともう基本はいりません 余計なものをね、とにかく省いて省いて省きまくる。まあ、それをね、意識するだけでかなり分かりやすいグラフを作れます。まあ、仕事でね、グラフを作る人にはもう必須の一冊ですので、ぜひデータビジュアライゼーションの教科書、読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価、やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ